皆さんおはようございます。この2020年というのは新型コロナの影響などで、さまざまな講演会やイベントの多くがなくなってしまった形であると思います。そういった中で今回鹿児島県の主催で、明治日本の産業革命遺産の世界文化遺産登録5周年の記念の全国講座を、行うことになったわけです。歓喜をしていますし、皆様方にはマスクのご協力をしていただいています。より安全に安心して、なおかつ、少し、学べるひとときを提供することができればと思ってますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。自己紹介を遅れました。仙台で学芸員をいたしております、岩川です。今回ですね、私の方がお話しさせていただきますのは、こちらです。薩摩の近代化が現代に何をもたらしたのか、という、そのまま、深く考えないでいいタイトルを作りました。今回で私がお話しさせていただきますのは、入門編という手術な位置づけで、もう5年前、世界遺産登録されましたが、改めて、この明治日本の産業革命遺産、そして、その構成下になっている、幕末薩摩の近代化、その魅力と現代社会はどのように、つながっているのか、そういった話をさせていただきたいと思います。どうですか、便利ですよね。やっぱりですね、時々やりすぎるとですね、なんかちっちゃくなったりとか。なんかいろいろと長く文章書いてます。明治日本の産業革命遺産で続きがあるんですね。正式名称、製鉄鉄鋼造船石炭産業これら、このタイトルで2015年の7月に世界文化遺産に登録されました。8県、11の自治体のまたがる構成資産が23箇所、それらをまとめて一つの世界文化遺産として、登録されているわけです。非常に珍しい、登録の、国内では珍しい登録のされ方でございますが、この23のさまざまな地域に点在している資産を一つの物語でつなぎ合わせて、世界文化遺産になっているのが特徴の一つです。で、なぜ世界遺産っていうのでこう書いてます。便宜上途中まで読みましょうか。重工業、製鉄鉄鋼、造船石炭産業は日本経済の屋台骨を支える基幹産業である。この辺で見ましょう。これにさまざま書いています。要するにっていうので、この明治日本の産業革命遺産は世界史にもユニークであり、どのように伝えて、どんな価値があるのかというのを、端的に示しているのはこういったことだと思います。欧米以外で自らの国の民衆が中心となって短期間のうちに産業革命を成功した唯一の事例、それをいわば示すものである。そして独自のオリジナリティあふれる産業革命を行った、近代化を行ったというのが世界文化遺産の登録の背景となります。どういうことかというのを簡単にまとめます。意味合い図だと思ってください。それぞれの近代化って書いてますけれども、イギリスが産業革命の原点ですよね。1700年代の末にスタート、誰がスタートしたのかというと、イギリス人が産業革命をしたと。何のためにしたか、イギリスの経済の自国経済、それはイギリスの後に始まったフランスもアメリカもドイツもそうです。イタリアもそうです。フランス人はフランス経済のため、アメリカ人はアメリカ経済のため、自国民は自国民の自国の経済のため、それが原点となって、産業革命が行われている。それが主。しかしそのイメージはいわゆる西洋諸国、欧米の産業革命です。例えば西洋諸国以外で見てみますと、隣国の中国でいきますと、誰がスタートしたのか、イギリス人などが産業革命をの原点を作り、何のためにスタートするか、いわば本国、イギリス人はイギリスの本国およびその中国にあるいわゆる植民地とか居留地、その経済のためのスタート。それがインドであってもそうするわけです。
しかし、そのような産業革命、やっぱ西洋諸国以外の産業革命のスタートでございますが、日本は違う。日本は日本人が日本の経済のためにスタートさせている。それが一つ特徴であります。さらには短期化の売りというふうに書いています。皆さんはご承知かと思いますが、1853年、嫌でござるよペリーさん、覚えてらっしゃる方は私だけでしょうか。多分他にもいらっしゃると思います。あと3人ぐらい。1853年にペリーが浦和にやってきて、それからわずか半世紀後、まあ51年後ですけれども、1904年日露戦争です。当時大国と言われていたロシアとの戦いに勝利を収める。この戦い、約半世紀で戦いに勝てばいいというわけではありません。戦争がいいというわけではありません。ただ戦争に勝つ、その背景となる我が国の工業、産業があった。いわば大国と肩を並べるだけの工業産業を背景に日露戦争を戦ったとも言えます。半世紀のうちにそこまで台頭していった我が国、その我が国がなぜこれだけ適悪して、いわば自主的に産業革命を行うことができたのか、そういったのを訴えて証明するのが一連の明治日本の産業革命史なわけです。じゃあなぜ地獄人が地獄の経済のために産業革命を成功させることができたのかと言いますと、こんな風に言われます。クラフトマンシー、日本語で言うと匠の技。民放さんのなんかね、リフォームの番組とかでも、ね、ありますよね。なんということでしょうみたいな感じですね。そんな風にね、言われてますけれども、いわばそういう匠の職人の技というのが我が国はベースにあった。幕末までに培われていた我が国のものづくりの技術を、それを応用させてオリジナリティあふれる産業革命を行うことができた。いわゆるよそからコピー&ペーストをするような、ちょっと借りてきてそのまま応用するような産業革命、近代化ではなくて、地獄の職人があり、ものづくりの技術があり、それを組み合わせて産業革命を行っている。それが あったからこそ、いわばスタートダッシュが非常に早かったというのが言えるかと思います。要するに、西洋の知識と我が国の在来技術、これを合わせたユニークな産業革命、それが基礎とあるからこそ、我が国の産業革命は成功した。そしてこのユニークな産業革命を生み出した人物、やっぱその原点となるのがこちらの方、佐久間の藩主だった28代島津斉康らであります。実際に8県11の自治体のストーリーの中でエリア2として、鹿児島は入っています。エリアの番号の若い順から、いわば初期の近代化、産業革命を紹介するもの、1は萩、2は薩摩川島です。では極めて早い産業革命の事例として世界遺産になっているわけです。じゃあなぜ極めて早い、我が薩摩は産業革命を行い、我が成明は、我らが成明は産業革命を主導することができたのか、まあ、3つ挙げることができるでしょう。1つ目は海外は近いところです。実際鹿児島をイメージしていただきますと、北を除いて三方が海に囲まれています。そして海を越えればすぐ海外、琉球、そこから中国や東南アジアに行くことができた。その結果海外の情報を手に入れることができた。逆に言うと海外からの脅威に真っ先に直面しないといけない、対応しないといけない、それが背景。二つ目がいわば異文化コミュニケーションです。薩摩藩と言いますけれども、一つの藩でありながら二つの異文化を包摂している。一つは琉球王国、常に鹿児島領下に琉球藩が置かれる、そこで琉球の情報知識があり琉球の文化が入っている。実際旧暦の8月の8月15日とかになりますと、琉球の人と薩摩の人で綱引き大会やったっていうのがあったんですよ。日常的に
薩摩の人々は琉球の文化に触れることです。さらにもう一個は内地ロゴ、要するに今の宮古です。そこには朝鮮半島の文化を残した集落が存在しています。で、参勤交代の際、島津のお殿様はそこの方に、そちらの方に赴き、そのような、そこの海外の文化を体感する、見るというのが ありました。そのように、我が国の中でありながら、異なる2つの異文化を、だからこそ異文化を積極的に受け入れやすい土壌が、もうすでになぜあるから、それが中、いわば琉球や朝鮮半島の文化じゃなくて、そこからちょっとさらに遠い欧米の文化を取り入れる、そういった範疇だからこそ積極的に取り入れることができたのではないか。そして最後3つ目です。積み重ねた知識とネットワーク。これは成田家の曽祖父茂秀で、彼が盛んに幕府を中心に諸大名と交流をし、ネットワークを作る。それは茂秀以降も継承され、成明もまた同様である。さらに成明は藩主就任が40過ぎてからです、当時でいうとだいぶ遅い。当時はもう20歳前後でお殿様になるケースが多い中で40過ぎてから、逆に言うと40まではお世継ぎとして、比較的藩主と比べると自由によその人々と交流ができる。だからこそ江戸で幕府大名官や知識人と交流することができて、多彩な知識とネットワークを持つことができる。実はこちらイラストでは阿部正弘を出されますけれども、こちらは後に、成明が藩主の時代に、老中になる人なのです。幕府にこういった人をはじめとしてさまざまなネットワークを持っていた。でどうしたら欧米に負けないような、肩を並べられるような強く豊かな国づくりをできるんだろうと、彼らとともに想像することができた。そして40過ぎで藩主になって、すぐさま近代化に取り掛かった。それが薩摩の近代化だからこそ、いわば助走がすごくしっかり長くできていた。だからこそより高く遠くに飛ぶことができたと言えるかと思います。こうできるのにアナログですね、ここを従うんですよ。パソコンの右カーソルですね。実際に、成明が藩主に就任した翌年、藩主の系統を開始します。こちら鹿児島県さんの方まで作った、1850年代成明の時代のこの辺り、磯地区、藩主をはじめとするさまざまな工場群がある。そしてそれが後に、工場群として修正館と命名されたわけです。なぜここに作られたのか、いくつもありますが、この大きく3点挙げるならば、一つ目は海が近い。今もヨットが涼しいですね、登りながら見えます。ちょっとなんかカーテンが見えへんなと思う方は終わった後から来てください。海が近いというのは、船で大量の物資を移動することができる。だからこそ近郊湾内、鹿児島湾内にあるさまざまな施設から原料を持ってきたりする、燃料を持ってきたりするときに船で、運ぶ。海のそばでは非常に役に立つわけです。さらに言うと、長期的な視点でいくと、ここで作ったものを海を使って藩内、そして藩外に持っていく、そういうふうに考えているんでしょう。二つ目は山が近い。なんか観光地みたいですね。海がある、山がある、山が近いというのはどういうことかというと、すぐ上に山がある、しかも急にストーンと落ちる山でございます。このいわば勾配を使って水車動力を使ってさまざまな工場群を動かすことができる。それは後ほどまた改めて紹介します。そして3つ目は戦海が近いんです。要するに成明だ、後ほども紹介しますけれども、さまざまな藩外の人物をここに呼びます。成明が自慢したかったからかもしれませんけれどもね、成明が千万円でおもてなしをして、そしてその後、その前とかにこの修正館で工場の最先端を見せる。いわば千万円と修正館をパッケージで使うことができる、そういうふうな視野があるからこそ、この場所というのが成明にとって適切だというふうに考えたものと思われます。そしてその地
注目として建てられたのが花車庫です、実際に山海から来る敵をどのように守るとかですね、山もし攻められた時にどのように守るか、そういった時に、海岸を守るためには大砲を用意しないといけないということで、大砲を大量に作るために、鉄を溶かそう。いやいやいや、日本刀はじめ鉄をめちゃくちゃ溶かしてるじゃないかというところなんですけど、大量の鉄を一気に溶かすことが必要であった。日本刀の量と150ポンド砲とか80ポンド砲の鉄の量ですと全然かかる量が違います。その大量の鉄を一気にドロドロに溶かして鋳型に入れる、そのためにはヨーロッパの学問書に載ってある反射炉なるものが必要です。反射炉だけにとどまらず、溶鉱炉、反射炉、酸化炉、こういった3つの施設を作る。ちなみに溶鉱炉というのがいわゆる、天然である砂鉄とか鉄鉱です。そこからそれを言えばちょっと還元していって鉛鉄という、まあ、加工しやすい、鉄に変えていくのが溶鉱炉で、反射炉はそれを溶鉱炉で加工したものを熱を入れてドロドロに溶かして鋳型に流し込む。そして最後の酸化炉、こちらはドロドロに溶けた鋳型に入ったものは鉄の棒です。筒ではありません。その棒を筒にするためにはドリルで穴を開ける。その穴を開けるところが酸化炉となります。いずれもこの集成管に、作られる。で、ここで鉄の大砲の製造に当たったんです。そしてこのような反射炉などは当時鎖国の時代でありましたので、現物を見ることもできない、技術者は海外から学ぶこともできない。なので学問書だけを頼りにする、海外からの学問書を頼りにする。その中で、足りないものは自国で起きたクラフトマンシップ。実際に例えばこちら反射炉の模型のものですが、反射炉には、トータルで20メートルぐらいの炉があっています。それを支えるしっかりとした木との石組みが必要です。さらには鉄を溶かす、鉄の融点が1500度を超える温度です。それに耐えないといけないためには耐火レンガが必要です。耐火レンガや基礎をどうしようか。耐火レンガは同じで、そもそもレンガというのが我が国にはない時代、同じ土の焼き物ということで薩摩焼きの陶工たちに作成を命じます。薩摩焼きの陶工たちも苦心して天草の方から陶石を取り寄せて、実際に見たことのない耐火レンガの製造に、を完成させるわけです。そして基礎となる石組み、こちらに関しましては五論も完成しましたけれども、五論の周りにあるような石組み、石垣、その石垣の技術を応用してカミソリ1枚も通さないようなビシッとした石組みを作っていた。こういったワークの技術を応用して作っていたのが反射炉だったわけなんですね。ちなみに五郎門、鹿児島城の五郎門完成しましたが、あれが20メートルというふうに伺っています。と同じ高さのがあの石垣のところにあった。石垣を合わせて大体20メートルぐらいだったというふうに考えられております。こうやっていくと、大体時間がかかっていくんですね。足早に喋っていかないといけないですよね。そして、その反射炉のためには、鉄を溶かすためにはガンガン火力が必要だ。火力の原料というと、当時は大体石炭が多かった。しかし薩摩はほとんど石炭が取れません。なので、販売から購入する。しかしそれではやはりコストは高くなってしまう。それだけじゃない、他の燃料が必要だ。そこで森林に着目しております。実際に、寺山杉岩で、良質な白杉を作り、その木炭と石炭を合わせて、反射炉などを動かしています。ちょうど、この裏山の吉野台地の北の方に寺山を炭窯を作るわけです。なぜ寺山炭窯はあそこにというふうな形で、ちょっと離
メージされる方が少なくないかもしれませんが、まあ、当時、あの寺山のそばは牧場があった藩の、だから、まあ、藩として使いやすいところです。二つ目は薩摩街道の、まあ、いわゆる大口筋、泉筋、大口筋や九馬筋、そこにつながるルートのすぐそばに、当時は交通の便がまあまあいいところ。そして3つ目は山を下ったらすぐ海がある。実際に獣道を抜けて、で寺山のすぐ下の おそらく漁港あたりに、木炭を下ろし、そこから船で集成館まで木炭を持っていったものと考えられています。そして、これで反射炉などのやっぱ火力を作る。さらには、その反射炉以外の施設では、いわば自動的に、機械を動かす、施設を動かすために、まあ、原動力が必要です。そのために作られたのが、関吉の疎水湖で知られる、まあ、吉野の疎水です。いわゆるこの辺りはヨーロッパ、アメリカと肩を並べるための工場地帯、近代工業地帯を作るんだというふうに頑張っている。で、この一帯には蒸気機関の研究所も作られます。よそのイギリスやアメリカはすでに蒸気機関で工場がどんどん稼働しています。機械が動いています。けれども、薩摩はまだ実験段階だ。ので、実用化はできているものとできていないものがあった。でこの工場群を動かすためには蒸気機関以外でも動かしていかないといけない。じゃあどうするか。機械を動かすためには水車だ。まあ、鹿児島県内の蕎麦屋さんではよく水車が動いてますけどもね。思わずメーカーのね、お店名を言うところでしたけども。その水車を動かす。その水車の回転を使って機械を動かしていこう。集成管を稼働させていこう。そのためには水車を動かすためには流水が必要だ。しかも水車を回すだけの大量の流水が必要。そこで着目したのが関吉の疎水湖。なぜ関吉から吉野経由かというと、実際に江戸時代の中頃にその大半が作られていた。そして吉野台地から磯地区に一気に落とすことができるのが、やっぱ最後ちょろちょろちょろっとしか流れてない流水ではなくて、ダーッと流れてる流水の方が水車がぐる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 回るんですね。そういうふうな形で、関吉の疎水湖に着目したんです。ここにイラストにカッパ載ってますけれども、関吉の疎水湖のところにはカッパの伝説が あるそうです。なので、まあ、実際に行かれた方は多いかもしれませんが、カッパの伝説が多いということはやはり水の事故とか少なくないというふうな危険があるというふうなのでですね、ご見学の際にはその点はですね、ご注意いただければというところです。このような形で大砲を作るための施設を動かした、集成管の工場群を動かす施設を作る。でここで例えば大砲を作る、蒸気機関の研究を行うだけじゃなくて、さまざまな施設を行う、製造を行っていく。そして修正官のみならず藩内外で薩摩は成明のチームは近代化にチャレンジする。その代表が造船であるわけです。まあ、なぜ造船かというと、やっぱ海から我が国はもうやっぱ外国の人がやってくるとしたら海を越えてやってくる。もし彼らが敵対を越えたら敵も海からやってくる。海から来る敵は海で防ぐべき。そのためには船が必要だ。実際に成明は土佐出身でアメリカに、漂流したジョン・マンと呼ばれた万次郎、ジョン・万次郎で知られる人ですね、彼が琉球経由で帰国した際に、ヨーロッパの造船技術をいろいろと質問し、それをもとに和洋折衷型の船を作る。そこからさらに日本初の蒸気船の運航丸であったり、日本初の本格的な洋式軍艦の商船丸を作っていったわけです。いわば薩摩というのが成明時代に、製鉄事業、そして造船の事業というのをリードしていったわけなんですね。そして成明というのはその
工場群、そして成明の近代カトリナをいろんな人にいわば見てもらいたかった。なので藩外からの視察を盛んに受け入れています。土佐、宇和島、上田は今の長野ですね。で、福井、福岡、佐賀、さらにはオランダ海軍、まあ、勝海舟などと書いてますが、長崎の海軍練習場の面々ですね。そういった人々がやってくる。中には、時には鍋島乾燥、佐賀のお殿様がお忍びでやってきたこともあります。こちら、佐賀の方の資料に出てきて、で、鍋島乾燥がお忍びでやってきて、成明のやってくるって知らなかったらしいですね。で、急いでちょっと密談するための場所に連れて行って、まあ、そこでおもたらししようとする。もうその時に、対応した女中さんが、その人が佐賀の殿様だって分からずに対応していったわけです。その時に、その女中さんが鍋島乾燥に漬物を出すわけです。で、鍋島乾燥は、まあ、漬物出されてもって思って、ノーと言ったんですけども、よくあるあるですよね。箸で持ってこうやって、取らんで取らんでみたいな感じで、取らんでって、こう置かれるやつの、やり取りがあったというのが佐賀側の記録で、残っていたりします。まあ、佐賀のお殿様、鍋島乾燥の成明は母方のいとこであり、非常に、古くから親しくしていたこともあってやってきたんでしょう。まあ、それ以外の人も含めてここにやってきた。ここでやってきて、この薩摩の近代化を学び、確認し、それをうちの藩でもやっていこう。そういうふうに思わせる一つのことになったと思います。そうやって矢が受け入れる。それだけでなくて薩摩は外に、薩摩の人々を出していったりします。共に学び共に挑むと書いてますが、薩摩は積極的に長崎や大阪、江戸に、当時、留学、国内留学をさせます。そこでさまざまな最先端の技術知識を学び、それをいわば中世館事業に、薩摩の近代化にフィードバックするとした。そして成明は彼らが学んできたもの、こんなものがあるよというのにさまざま挑戦していく。そこには反射炉を代表するように成功したものもあります。薩摩切子や写真、そういったのも成功したものです。だけじゃなくて失敗したものもある。昆布の養殖や真珠の養殖はうまくいかないです。熊も鹿児島城の裏山に長野県から2頭引っ張ってきて、熊って漢方薬になるんですよね。で、買ってみたけれども途中で里の山奥に放った。で、記録が終わりです。里の山奥の人がかわいそう。このようなやっぱ失敗です。やっぱ共に学んで共に挑み、時に失敗を重ねながらも、やっぱヨーロッパ、アメリカと肩を並べるような産業をどうやって作れるのか、そういうような挑み方をすることができたのが成明であり、薩摩の近代化です。しかしながら成明は7年半ぐらい、やっぱ薩摩藩の藩主と休止したんです。その休止というのは非常に、全国的にも大きなインパクトです。暗殺されたのではないかというような噂が流れるのをはじめ、さまざまな死亡説が出ている。それが何が正しいというのでは申し上げませんが、さまざまな説があるというのは逆に言うと、それだけ惜しまれる人間だった、突然で驚く人が多かったと言えるかと思います。そして修正館、成明が作った修正館は一時縮小し、そして近代化事業も一旦、低スピードになります。しかしそこから復活を果たすことができたのはこちらの人です。はい、いわゆる成明の子、島津久光ですね。彼が彼の息子持ち下、後の20、後に忠義と名を変える人物、その お父さんに当たるのが久光です。で、久光は国父、国の父というふうに称されて、薩摩藩の藩政をリードしていた。
彼らの時代に修正管事業、薩摩の近代化は再スタートしている。しかしその再スタートも全部たまんでした。ご承知の方が多かと思いますが、1862年、成明が亡くなってわずか4年後、生麦事件で、イギリス人の殺傷事件を薩摩が起こす。これは本当に偶発的な出来事です。そして、このイギリス人殺傷事件を、まあ、引き金となって、翌1863年には薩英戦争が行われます。この薩英戦争自体も偶発的。やっぱイギリスも落とせば賠償金と犯人の引き渡しが、まあ、できるだろうと思ってますし、薩摩側も過度に刺激をするというふうな形なのであった。しかし、まあ、イラストに載せてましたが、いわゆる薩摩の若い侍衆が追加軍に紛争してイギリスの軍艦に接近して、ちょっと乗船しようとしたり、そういったことなどもあり、薩英戦争が行われた。この戦争の結果、修正と成明が作った工場群は焼かれ、城下町の一部も失います。そして鹿児島城下の砲台も破壊されてしまうわけです。一方でイギリス側もやってきた船全て避難し、で、死者の数でいくとイギリス側の方が多かった。そのように考えると薩摩とイギリスのこの戦いというのは痛み分けになって、で終わっています。この戦いの結果、薩摩はやはり欧米の力というのは強いと思ったと同時に、成明の行っていた近代化というのはやはりすごかったんだというのを再認識し、一方でイギリス側も薩摩というのはこれだけ防御をしっかりして近代化を進めているということで、和平交渉の中で両者がパートナーとなっているわけです。そして薩英戦争からわずか2年後、1865年にオランダの機械を導入して、この修正艦の成明らの工場群の跡地に機械工場を作る、今博物館となっている建物。この建物の中に並んだ機械はオランダ製のものです。蒸気機関で、機械が動き、船を修理したり、大砲を作ったりする、そういった機械が稼働していたようです。しかし、この建物自体はオランダの人が作ったわけでも、オランダから輸入したわけでもなくて、薩摩の人が長崎の工場を実際に視察して、でそれで作っている。なので建物の外壁などを見ますと、日本の伝統的な建築技法を見ることができます。例えばこのちょっと分かりづらいですけど、この一番下のところにあるこのアーチがかった構造、亀原と呼ばれるところがあります。ぜひ帰りの際にですね、ご覧になっていただければと思いますが、地面に接触するところにアーチ型の石があります。これはお寺や神社で見られる亀原という建築技法、日本の建築技法。他にも石の組み方も洋風のものではなく、日本の石垣の組み方をそのまま踏襲しているものです。そしてこの工場ができた年に、薩英戦争で敵対していた相手イギリスの方に19名が施設留学生として渡ります。彼らはさまざまな文化を渡航の途中であったり、イギリスで国内で体感する、近代化の必要性を学ぶというわけです。それに加えて彼らが行ったのは紡績の機械の購入と、その技術者の紹介、そしてこの留学生たち、施設団がお願いをして作ったのが鹿児島紡績所であったわけです。日本で初めての蒸気機関を用いた近代紡績工場が鹿児島紡績所です。これが仙台のすぐそば、店名言っていいんですかね、行政の口座なんですけども、
セブンイレブン千貫前店のあたりに、あった建物です。ここではいわゆる船の帆を作る布、そういったものを作ったりもしていったものと考えられる。先ほどの機械工場も船の修理、こちらも船の作り、こういった形でやはり、造船の事業というのが、まあ、見え隠れするのが成田家の後を継いだ久光の時代の近代化である。そしてこの鹿児島大石場を作りあたって機械はイギリスから買ってきた。この機械の使い方を教えるために7名のイギリス人技術者が招かれる、その彼らの職人として作られたのが現存している旧鹿児島大石の技術家、通称理事院で、この2階建ての洋風の建物、綺麗ですよね。この建物もイギリス人のために宿舎として作られるわけですが、彼らの宿舎ということは逆に言うと彼らが到着するまでのうちに作っておかないといけない。それを作ってるのもまた薩摩の人です。だからこそメートルとかインチの長さの単位で作っているのではなく、何尺何寸というような長さで建物の設計が行われていたりします。何よりも特徴的なのがドアノブです。ドアノブが異常に低い。それは一説によると、いわば日本人はドアの文化がなく、当時はいわば襖や障子の文化で座って開け閉めをする、からその襖や障子の高さに合わせているというふうに考えて、さらには壁のになんか普通ではありえないようなへこみを作ったりとか、いわば言ってみたら今での表現だって言うならば、あの建物は欠陥住宅ということができると思います。しかしそれはヨーロッパの建築文化を知らない薩摩の人々がどうやらこうらしいというので挑んだ。その挑んだ結果の失敗の足跡がそこにある。だからこそこの建物もまた世界文化遺産の構成をしているわけです。このようにまだ見たこともない、本でしか聞いたことがない、見たことない、それに挑んでいった。それが1850年代60年代の薩摩の近代化であり、それがベースとなって我が国の近代化は加速していくわけです。だが成明だと薩摩藩の夢の行き先はどこなのか。例えばこの反射炉で、鉄を溶かし、その製鉄事業はどのようにつながっていくか。成明時代のやるこの終戦半時による溶鉱炉や反射炉、その技術というのは茨城県は水戸の方に行きます。水戸といいますと来年の大河ドラマの舞台ですね。あ、これも言っちゃいけないのか、いいよ、まあ、置いといて、まあ、いわば徳川成明の時代、でございますけれども、水戸の中港というところに反射炉を作る。その時に薩摩の藩士も技術者として、現地で指導しています。で、その中港で薩摩藩士と同様に入っていたのが五稜藩士の大島さん。この人が岩手県の方で橋の航路を建設する。この橋の航路、いわば新日鉄釜石の、まあ、原点というものであり、同時に、修正館と同様に明治日本の三角明治さんの構成資産になっています。そしてこの橋の航路で、まあ、作られて、で、稼働していく。明治時代に稼働していく中で、橋の航路の技術者たちが今度は福岡の方に行って、作られているのが寛永の八幡製鉄所である。寛永八幡製鉄所もまた世界遺産の構成資産になっています。だから成明、薩摩の製鉄事業が薩摩から茨城経由で橋の航路に行き、八幡製鉄所に行く。そして、まあ、日本の重工業のベースになっている。それは製鉄だけにはとどまりません。例えば宝石、船の帆を張るだけではなくて、衣服でも必要です。さまざまな場面で必要です。何よりもイギリスの
産業革命の原点はその紡績である。その同じように我が国のじゃあ紡績も強化していく。成明は実際に指宿の商人浜崎太平寺から洋風の西洋の方で作られた糸を献上され、すごい品質の高い糸がある。なので紡績をやはり強化しないといけないというふうに認識するわけです。その成明は実際に鹿児島の中華に複数水車紡績の施設を設置します。氷元などの鏡が建てているわけです。それにとどまらず、成明が亡くなった後、先ほど紹介した通り鹿児島紡績所が作られる。その時に鹿児島紡績所の運営に当たったのが石川白太郎さんです。成明の時代、成明から洋風の紡績の技術書を翻訳するように命じられている。そして鹿児島紡績所ができたら、今度薩摩が作ったのは、薩摩藩が大阪の堺にも紡績所を作る。なぜかというと、やっぱ糸の原料が当時は奈良や大阪から手に入れる。そして当時の紡績とか、糸とか布の市場の巨大市場は大阪だった。原料が大阪の方で取れて、市場も大阪の方であるんだったらば、大阪の方でも工場を作った方が輸送コスト減るじゃんというような発想でしょう。やっぱ日本で初めての近代紡績工場が鹿児島で、あり2番目も薩摩藩が作った工場。やっぱ紡績というのは薩摩藩が主体となる。そしてこの石川白太郎が実際堺まで行って紡績工場の方を経営していきます。そしてそこからさらに、その紡績の技術というのは全国各地に、散らばっていく。その中の一つがさっきの、世界遺産になっていた富岡製糸場。そしてその染め化成市場でも活躍したのが石川白太郎だ。いわば紡績製糸という糸や布の授業でも薩摩の近代化がいわば近代の日本の産業のベースとなっていったわけです。そしてさらに同じスライドが2回来そうです。大軍や造船、やはり薩摩は海があっての藩です。そしてその海を自由にするためには船と、実際に成明が船を作っていた。あ、でしょうか。そのために、例えば実際成明の藩主就任に以前に、や指宿の浜崎太平寺が海軍や造船を強化していった。そこからさらに成明が洋式の船を建造する。で、成明が亡くなった後、船の建造よりも一個一個自分の藩で作っていくよりは海外から買った方がいいよねということで、山木の支援を受けて、いわば浜崎屋の支援を受けて洋式船を今度は買っていくようになるわけです。でも買うだけで、じゃあそしたらもう技術はそこで途絶えたのかって、そうじゃありません。買ったものをメンテするときにわざわざヨーロッパに運ぶんじゃなくて薩摩でメンテする。なので造船の技術はそこで結局生かされているわけですね。そのような形で海軍造船を薩摩藩、そして、浜崎屋の方で、発展させていく中で、山木で働いていた川崎正造という人物が独立して海軍造船業を行っている。それが明治時代に川崎造船所というふうな巨大な造船事業につながっていくと言えます。さらには、近年できますと、医療の話とかが多いと思います。市の話が多いと思います。この医療や福祉もまた成明の事業の中で計画でやが非常に多かったわけです。実際成明が地方医療の充実を訴えたり、児童施設、いわゆる、赤ん坊さんも赤ちゃんを育てるための施設とかですね、そういったのを研究するように言っている。実際に医者を長崎、大阪、江戸へ留学させる。何よりもこの修正館で働いていたののうち、その修正館をやっぱ第一線の事業としていたのは、もともとお医者さんであった松木公安という人が、八木翔平という人です。彼らドクターというのが修正館事業を担っていた。それが成明が亡くなった後、
だから戊辰戦争を受けて、イギリス人のギリスが鹿児島の医学校兼病院を設立し、これはいわゆる課題の医学部の、まあ、前身とも言われるものですね。今の鶴丸城のすぐそばに、ウイルスの銅像が作られています。そのウイルスが育った一人がこちらの右側、日本はその医学博士になって博士になって海軍軍医のトップとなった高木兼平、いわゆる逃げ道男爵で知られる人です。慈恵会の大学の病院のいわば創始であるんです。さらには鹿児島医学校、ウイルスが作ったところを鹿児島医学校、その出身の佐田さんというのが、いわば大阪大学の医学部の設立であったりです。こういった形で医学にも足跡を残していたりする、そういったいわゆる部門部門だけではない、地域地域もある。鹿児島というと成明の足跡がたくさんあるのはいわば当たり前です。成明の足跡や成明の志はそれ以外にも発生していった。例えば長崎、いわば半世紀成明の時代などはオランダからの情報などを収集したり、ヨーロッパの文化技術を知るための最前線、そこを成明たちはたくさん使っています。それが成明が亡くなった後はいわば欧米との貿易の舞台となっていく。そうすると薩摩も大量の船の行き来が増える。その船の行き来が増えるとなったら、そこに薩摩の船を修理するための工場を作ろう。そうやって小松立脇と五代小松、それにグラーバーが加わって長崎に薩摩藩が小杉集船所というのを作る。これは蒸気機関を使った近代的な洋式道具が今も残っています。そしてこれもまた明治日本の産業革命遺産の構成資産になっているものです。そしてこの小杉集船所というのは寛容を経て明治時代三菱重工業長崎造船所の礎になっていったものです。いわば長崎といったら船の町ですが、それもいわば成明のいわば薩摩の源流として見えるわけです。そして北の一番いわば我が国で遠いところ、北海道もまた成明の船が使われている。いわば北海道というのはもともと琉球交易で用いる俵物といわれる昆布とかをはじめとするさまざまな産物が取れるところで、成明も日本の宝物がので宝蔵やっぱ宝石箱やみたいな感じで言ってるわけです。で積極的に開発をしようというふうに提唱していた。その成明の志を受けたのか、初代の北海道の開拓市長官は鍋島寛さん、成明のいとこ、三代は黒田清隆、薩摩藩士です。で彼らが作った、そして薩摩の人々が北海道の近代化を支えていった。だからこそと言えるのが東条制度をもとにしたトンデ編成と、ブロックごとに定住で反応藩士というのは途上制のモデルと言われます。そして修正館という軍事も民事も複合型の工場施設というのを開拓士の方が作る。それが開拓士の工業局というものです。そして作られていたのが開拓施設というのはこちらですね。札幌ビールいいのかな、また企業名言っちゃった。いわばこういった製鉄、防戦、造船にある関与のさまざまな事業、今の日本を支えているものがあったりする。そしてなんか遠いなって、それだけじゃ遠いなと思うかもしれませんが、その製鉄の行く先にいわば日本製鉄があったりする。あとは20年ぐらい前ですかね、ドラマでも大ブレイクしました大地の子のモデルの東洋製鉄というのは日本製鉄です。いわば佐久間の製鉄の向こう側には今の製鉄や小説のモデルとなるようなものが世界が広がっている。で、紡績といいますと、その紡績の機械を作っていたのが富田武さん。で、その紡績機械が非常に質が良かった。その売り上げをもとに、始まったのが富田自動車である。そして、造船海運でいくと、今新幹線を作るような川崎重工さんにつながる。伊予福島といいますと、先ほど半大って言いましたね。半大というとちょっと皆さん遠いなと思うかもしれません。
が反対医学部が生み出したのは手塚治虫です。やっぱ手塚治虫も成明の作品の一つとは言ったところですかね。でまたね、なんかこれ言うと反対にとってはちょっとあれなんですけども、白い巨塔も元の反対がモデルとなってますからね。それ長崎と言いましたら三菱の方のキリンビールの原点です。三菱重工、今も名だたる大企業。そして北海道の札幌ビール。こういうふうに思うと現代に溢れているものばかりですよ。いや、現代社会と幕末150年、160年違う世界じゃないかと思う方が多いかもしれません。しかしその向こう側との間つなぐのは大事なものを成明たちが作っていた。今の日本がどこから始まったのか、その答えが鹿児島にある。鹿児島をはじめとする明治日本の産業革命遺産にある。そのように思っていただければというふうに私は考えています。余談ではありますが、最後に自己紹介をしていただきたいと思います。私ですね、大阪大学の大学院出身で超高修正科の学部なんで専門の学部なんですよ。要するに成明の志を継いだ大学院出身で、成明大学院工業部の跡地の学芸能って、成明が憩いの場とした別邸の学芸院って行くんです。なので、私もまた成明の品の一つというか、ご清聴ありがとうございました。